これ1号ですよ。2号はコックピットのあるやつね。ガソリン入れなあかんやつが2号で、これこっちが1号ですからね。お間違いないように。向こうが2号です。こっちが1号です。もともとこっちを乗ってましたから。お腹空いたんだけど。お腹空いたのに、ね。こんな朝からレクサス1号乗ってたら、さらに腹減るわ。かかさん何食べるの？昨日ね、晩お鍋だったんだけど、もう6時には昨日お家いたから、嫁が晩飯作る前寝ちゃったのよね。嫁が晩飯作る前寝ちゃったんだけど、昨日マクド食べてから何も食べてないんですけど、ダブル照り焼き食べてから何も食べてないんだが、ちょっとイヤホンマイクに変えないとちょっと危ないな、これ。かかさん晩飯抜きで朝飯も抜き。そうそう、晩飯も抜き朝飯も抜き、まあ僕よくやるんだけど、一日一食食べりゃ人間生きていけるっしょ、それでもダイエットできないんだから。貧乏トレーダーさん死ぬ死ぬ。ああ、これだよさ。今何分？今11時ぐらい、11時10分ぐらいにマクド着いて、マクドでちょっとモーニング食べてから11時半に並ぼうかな。貧乏トレーダーさん全部溶かしたぜ。なんで全部溶かしちゃうな、あなたは。かかさん1日1食でダイエットできないなんて、どんだけ燃費いいの W。 1日1食でも太っていくんですけど、全然太っていくんですけど、そんなもん朝飯昼飯食うた揚げ句の果てに晩飯なんか食うてたら、もう太るしかないんだけど。軽油でも動くのにね、軽油でも動くのに、わざわざ灯油でも動くのに、なんか超廃屋ガソリン入れてもらってるような、燃えすぎるだろうみたいな、そんな感じなんですよ。眼鏡曇るんだけど。貧乏トレーダーさん今日はレクサス。かかさん今湯。レクサス。お腹すいた。ラーメン食いてえな。もうラーメンって何でもいいんだけど。かかさんなんでマスクしてるの？え？いや、ほら、僕超有名 YouTuber じゃないですか。超有名 YouTuber ね。大阪市内を超有名 YouTuber が、レクサス1号に乗ってみたら、何分で見つかるか配信、何分で僕見つかるか、
超絶有名 YouTuber だからね、もうその辺に人がいたら多分もうすぐバレるよ。あ、個人だってバレちゃうからね、人のいないところをこそこそと裏通り裏通り走っていってね、何時間車じゃなくて持つか、うん、パチンコ屋さんの中に逃げ切ればセーフ、うん、しんどいしんどい、あ、すごいしんどいんだけど。加賀さん、裏通りの方が走りやすいもんね。 W そう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 、裏通りの方がね、うん、声かけられるリスクがね超絶減るじゃないですか。僕みたいな超絶有名 YouTuber は、なんせ僕超絶有名 YouTuber だから、超絶有名大物 YouTuber だから。貧乏トレーダーさん、嫁にご飯作ってもらえばよかったのに。ゆうべ作って一人で食べてたよ。 できたでって言われてたけどもう起きるに起きれなくて、そのまま朝まで寝ちゃったパターンです。ああ、で嫁がパート行く時も起こさずに行かれたパターンです。で寝坊して、まあ10時オープンはもう今日はいいやと思って、で12時真相がしてたからそっちへ向かいます。今日も真相、明日も真相、ああ、どっちも12時からです。ああ、10時から並ばなくていいから楽だわ。まあ本当はね10時から行って12時には帰ってきた勢いなんだけど、ここのとこ連日それで来てるからね、10時に行って12時にはもう2箱出てるから大体、別に真相行かなくてもいいんだけど。貧乏トレーダーさん、頭の中お花畑やな。そうそうそう、頭の中ね、ゴーゴーランプしかないです。頭の中身はゴーゴーランプ。ゴーゴーランプのあの電気買おうかな。ゴーゴーランプの電気 LED のゴーゴーランプ買おうかな。昨日のパチンコ屋にも飾ってた、客が全然おれへん店にも飾ってた。客全然おれへんのにそんなんは飾んねえやみたいな、そういうとこやと思うやの店は。あれだいぶ店長やらかしたのよな。設定位置しまくって、客飛ばしまくって売り上げくすねて、でクビになったパターンじゃないあれ。もう風俗店の店長なんてろくなんのいないから。あ、ちなみにパチンコ屋も風俗営業法の一種ですからね。あれも風俗店ですからね。パチンコ屋も風俗店の一種ですから。もう着いた、もう着いた。11時半から抽選始まるんだけど、もう着いた。しかしメガネ曇って前が見えないんだが、画面が見えないんですけど、こんなやつがレクサスの LS 乗ってるなんて、普段 LS の600乗ってるなんて思えないで誰も。ああ、まさかこんなね超絶有名大物 YouTuber がこんなとここんなねママチャリでレクサス1号で走るとは誰も思わないだろう。
だ、もうタクシー乗って行けばよかった。タクシーで行けばよかった。1000円ぐらいでしょ、タクシーなんて。タクシーで行けばよかった。もうどうせ今日も勝つんだから、タクシーで行けばよかった。11時半の真並びに余裕を持っていきたいから、マクド寄ってから行きたいから、11時ぐらいに今マクドナルド入りたいんだけど、今10時半ぐらい。あ、疲れた。よいしょ、変わらせ、どっこいよっと、変わらせ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。もうこっからずっと天王寺まで上り坂なんだけど、延々と上り坂なんだけど、これよいしょ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 。あ、もうダメだ、足パンパンだわ、もう無理だわ、足だ。よいしょ、よいしょ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 。もう登れないわこれ。あ、無理だわ、降りるわ。痛い痛い痛い、足パンパンだわ。あーしんど。すげえな、おばちゃん、車輪登っていったぞ。マジでか、この坂道を登っていったぞ、おばちゃん。どう登っていけんな。こんな坂道登れないんだけど。よいしょ、自分の体重が重たいんだけど、自分の重力に勝てないんだけど。よいしょ、あー重たい。
重たい、重たいんだけど、あ、信号赤だわ。あ、今このチャンネルを見ていただいている方たち、グッドチョイス。あ、しんどい。11時35分や、もう抽選間に合えへんや。マジでかよ。もう間に合ってねえじゃねえかよ。もうなんだよ、もう。あ、しんどい、腹減った。お腹すいたんだけど。貧乏トレーダーさん、エナジードリンク。というかもう並び間に合ってない時点で多分今日打てないんですけど、これどうしたらいいですか。整理券もらえないわ。もう11時半で整理券終わってるから、何のために来たか分かんないんだけど、どうしようかな、どうしようかな。どうしようかな。もうこれ整理券もらえないわ。並びの数見て諦めて帰るしかないな。今日は無理だわ。あー、もうこれだったら普通に10時に行っときゃよかったよ、いつもの店に。もうなんだよ、もうもっと早く教えろよお前ら。ゆっくり風呂なんか入ってた場合じゃねえじゃねえかよ。もうやめろよ。並んでんじゃん、あれ頭おかしいんじゃん。こっからもう見えてんだけど、黙って並んでんのが頭おかしいんじゃねえの。腹減った。死ぬほど人がおるわ。立ち上げろよ。しんどい。こんなとこに駐輪場作りよった。マジか。広いな駐輪場。よいしょ。ああ。よいしょ。よいしょ。入ってた。入ってた。よいしょ。よいしょ。並んでたんだけど、整理券いっぱいだったんだけど、まだ配ってんのかな。整理券もらえるかな。
とりあえず鼻に行こうか。経験終わってんじゃん。161番いい子のお客様、前線をお待ちください。だ飯食い行こうか。今行こう。観光所にお並びいただくスロット選手権160番。ジャンボフランク。
ジャムクランチ。はい、お願いします。ジャムフランス行って、はい、おはようございます。ありがとうございました。ご試食くださいませ。割引入りまして、254円でございます。もう入場できんのかな。常時回ってるから別に行けるやろ。あ、すいません、木工中過ぎまして、そうですよ、もう締め切りました。え、何で？50、一応下も書いてますと15、50分までです。一般は何時から？一般は一応入場終わってからもう入場できます。こちらでよかったらもう少々お待ちください。何じゃその締め切り。
そんなレベルがない。やばいですね。あれ99万でしかいかんでしょ。そう、最大な。さて、スロットの稼働
持っていかないとね、私はね。
Thank you.
Thank you.
と遭遇したまでの意味を教えてください。
さあ、本日は朝日定期券セバルご来店いただきましたことにありがとうございます。さあ、これが名古屋店ご有志の皆様にご案内申し上げます。さあ、当店セバル本日さあ、1月30日の水曜日、1月30日水曜日におきましては、さあ、お客様新茶入れ替え、本日は新茶入れ替えましたお客様0回となってございます。さあ、プロトコーナーにおきましては、さあ、バラエティコーナーにおきまして、さあ、ダーツライブの動画をお出迎えとなってございます。さあ、ダーツライブこちらにおきましては、さあ、2月4日、2月4日からの開放となってございます。どちらもお客様をご期待くださいませ。まだございますが、どうでないたいといたしまして、さあ、お客様、ただいまのお時間、さあ、ようやくではございますが、さあ、当店のディスカップ、ディスカップコーナー開催となってございます。ご自宅のお客様当店のディスカップ、ディスカップ、こちらのぜひともお回りくださせ。また、その他お伺いいたしまして、さあ、新店コーナーから蒼天の剣。新店コーナー、蒼天の剣コーナー。さあ、こちらに行きましょう。ただいまのお時間ですと、発表いかがでございます。また、当店のバジリスクの絆、バジリスクの絆はたった今1台、たった今1台限り、発表いかがでございます。ご自宅のお客様、ご自宅のお回りくださせ。それでは本日も明るく元気のセーバーありがとうございます。ご自身の本日もThank you.
Thank you.
で3つの組の分野で川田の部下は3つの組の分野で川田の部下は川田の部下は川田の部下は
Thank you.
Thank you.
サービスの流れに向けて、我々全員いたしました。ありがとうございます。それではご来店ご有志のお客様にご案内申し上げます。佐藤先生は本日1月30日の水曜日におきましては、新体への配信でありがとうございました。お客様は電話会となってございます。写真台の特集編、佐藤で今回の件の新店先生とこちらを4体。また、2月1日からもらう。バレティコの最新台、ダイアンスライバーとお姉様はデモ会となってございます。さあ、ただいま、ホットの家の新店生、そのところに行きましょう。満席、満席となってございます。お二人で行く実際、館内放送を入れさせていただきます。また、その他のうちが当てといたしまして、さあ、新台コーナーから、蒼天の家、またジャグラコーナーから、マイジョグラ3、マイジョグラ4と来て、まだまだご用意でございます。グラのお世話したお客様、さあ、新台コーナーから、蒼天の家、ジャグラコーナーから、マイジョグラ3、マイジョグラ4と出ても、まみてますね。もうまた2000円しか使ってないんだけど、もう2万以上出てるんだけどどうした俺、これどうした、もう今日も価値格だわ、やべえなこれ。コーヒー買いに来たんだけど、紙まで買おうか。100円やけどカフェラテが100円でないのよな。帽子100円なんや、マジか、親切やな。止まらないわ、いいペースで出るわ。ここまま入ってまでお願いします。今日も時給8000円ぐらい売ってるから、ここまま入ってお願いします。100円なんや、これは100円なんや、マジか。これ買ってから買っていこう。ガリゾーのおかげで買ってます。ありがとうございます。じゃあ引き続き頑張ります。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ご視聴ありがとうございました。
2000円しか使ってないんだけど今日も2000円しか使ってないんだけど、ジャグラー簡単やな。ジャグラーで一軒家買えるぞ。新築の一軒家買えるぞ。もう疲れた、帰ろう。2000円しか使ってないんだけど。買ってるとこで買えるのが一番ですよ、ね。今日ね、12時オープンの、スーパーホールからお届けしました天王寺ホールちょっと覗いていこうかな。天王寺ホールでジャッキーおんのかな。ジャッキーめっけてステッカーくれって言おうかな。これはスーパーホール、これが